ほう。なんとベータ版にアプデが来ちゃった。おいおい、また早すぎないか。まだ1ヶ月しか経ってないぞ。まず追加された車両はこの2台、 GTR-R33 とベンツ G65 だ。まさかの R33 が来るとは。これは興奮する。そして新マップには田舎が追加。すごいあるね。日本の田舎とはまた違った雰囲気ですこ。そして新マップは市街地の南西部分、行きやすくていいね。そして奥へ進むと謎のゴミ置き場が。探索も楽しみ。久しぶりに妹が増えてた。ウォッチ金星なのが辛い。前後周囲、各250コインの模様、買うかどうかは正直微妙なところだぜ。水のテクスチャが変更されて綺麗に、なんかプラモデルみたいになったな。サイドブレーキにも変更、スライドして1秒待つとブレーキがかかるように、操作ミスを防げるね。ウインカーブレーキランプの光り方を変更、ちょっとはリアルになったかも。日本車アメリカ車のエンジンサウンドが CPM に仕様に変更、音も日々改良されてマシになってきてるよね。さらには大型車にエアブレーキ音が追加。これはもうバスオタク発狂もんだろ。また音関連ではオンラインでサイレン音を消せるようにもなった。その他修正関係はこんな感じ。早く R33 に乗りてー。さて今回は追加された車両を見ていくやで。今回は何だろう。まず1台目はメルセデスベンツ G63AMG6×6 だ。ここに来てベンツか。価格は2000コイン。各詳細はこのようになっている。2000コインというのが微妙に安すぎる。なんとこの車両なかなかない。6輪中のサスまで作られてんのが芸が細かいぜ。もちろん開閉に対応。後ろは2台が開くのね。中はこんな感じ。エアロはアウトドア仕様のものばかりな模様。それっぽいのはあってよかった。そして2台目はスカイライン GTR-DCM-R33 だ。 R33 来たー。これで3233万、3435が揃ったじゃない。価格は1000コイン。その他の仕様はこんな感じだ。たったの1000コインで手に入るだと。これは嬉しすぎる。カーパ運営って日本車には優しいよね。 R33 といえばなんといってもこの洗練されたデザイン。 GTR 全般に言えるけどこの顔はかっこいい。もちろんドア開閉も多様。ボンネットレスもかっこいい。内装はこんな感じ。右ハンドルの安心感。エアロも多数収録。いろんな再現車が作れそうだぜ。最後は R33 のエンジン音でお別れだぜ。今回は新しく追加されたマップについて見ていくやで。今回はどんなんだろう、楽しみだ。今回追加されたのは田舎エリアと呼ばれる。お、ザチホーって感じのがようやくカーパに来たか。新エリアは、シティ1右側の高速道路からアクセス可能。実はこれ1車線で出口専用になってるのが面白い。入ると早速市街地がお出迎え。あれ全然田舎じゃないやん。この後のお楽しみってことでしょう。道中にはこんな感じのクソデカディーラーがあったり、駐車場が広すぎる。ここでビップモーターごっことかが流行りそう。そして奥へ進むとお待ちかねの田園エリアが。いやちょっとイメージとは違った。田舎だから田園風景かと思いきや海外仕様の畑だったか。畑は当たり判定なくそのまますり抜けられる模様。畑エリアの一角には廃車置き場があったり、スクラップ工場じゃん、風情がある。ということでこれが新マップの概要だ。畑エリアで撮影とかしてみたいよな。